さあ、再開でございます。今日は断髪作ろうと思ったけど、ちょっと先にステアリングワイパー作ります。これが A の3、これの低い方にネジで、ここでですね、新しいラチェットハンドル買ってきました。前のやつはもう玉が抜けて、ちょっと大変だったんで、あと、先っちょのチップが減ってたんで、はい、これ。またしばらくここで頑張ってもらいましょう。しかもちょっと長いんですよ。あ、マグネット。ほら。ボールがない。おう。で、ちょっと曲がってる。これはちょっと大変だぞ。慣れないと。はい。ネジに途中に、なんか先からワッシャーが入ってるような。最初から。ワッシャーじゃないな。段付きタッピングビスだそうです。段付きタッピングビス。これに油を塗って、よいしょ。と、油こうですね。これでいいですね。よし、反対側もつけますよ。あ、だからさっき説明が途中だった。じゃあ入れて、でこれ両方今つけたんだけど、さっきの段付きタッピングビスなんで、これ以上は締まらないから、このぐらいでいいってことか。ちょっと左が渋い気がするんだけどね。あ、やっぱ渋くなった。ちょい戻し。はい、ニュルニュルになりました。それで、ステアリングワイパーを、これは、上から下側。ナックルに留めますと。よし。そして、ここのリンクはないの？あと、スポンジテープを貼るってなってるの。どこに貼るの？ここに貼るの？はい、ピニオンギアが来ました。27T06 ハードコートアルミピニオンギア。なので、モーターが積めますね。モーターはどこだ？はい、今回積むモーターがこちら。TB-LM-02S タミヤのブラシレスモーターの 15.5T。 さあ、どうだ。はい、線が3本。このモーター使うのは私初めてです。どこにつけるの？ 27、25までしか数字がねえけど。ギア比 27T、 スパーギア68、65.5で、K の位置、25だ。25の場所でいいんだ。スパーギアが68になってるからね。
K の位置、ちょっと今反対の手でやってるんであれですけど、こっちでやれんで25のとこ、はい、嫌なんだよな。でここにこのピニオンギアの27、そんなにシビアじゃないだろう。よっ。よし。で、ぴったりなわけ。いいね。で、下から MA に3-10。よし。あれ、ここに塗らなくていいの？塗るぜ。で。ノーマルダンパー使うつもりはないんですが、ちょっと長さを見たいんで、仮にこのパーツを作ってみます。これで、これで、これをここに刺す。刺して、これを入れて、スプリングを入れて、でこれを、から刺してマウストロック、うん、これね。でうちにあるダンパーと長さを比べるとちょい長いってことは、長さをちょっといじらないとダメかな。あ、これは短いな。なんで？ほう。これちょっと長く作って、これも傷んでんな、おい。ちょっとこれも作り直します。バラせましたが、ちょっと汚いんで、もう洗ってみますか。あんまり、まあ傷だらけでね、古いもんですからしょうがないんですけど、ちょっとダンパー生きてんのか、くちゃくちゃしないね。もうしっかり作ってある。あ、これはエアが入ってる。はい、じゃあこのまんま、こっちだけちょっと短くするんだったな。はい、ダンパー製作再開です。昔なかったこういうダンパー用プライヤーってのが出てまして、これは全然知らなかったんですよ。なんかいろいろなことができるらしく、
まあ今の人はね、もう当たり前じゃんっていうことかもしれないんですが、で挟んだりするもので、ボールエンドとかいろいろ回したりつけたり入れたりすることができるようです。ダンパーのシリンダーなんかも、はい、動かせたりする道具です。で、ここでやってみたいと思います。この古いダンパー、こちらを分解して中まで綺麗にしたいと思います。インナーの、ゴムキャップも物が違うのが入ってる。全部揃えようかな。これ確か、あの、硬いな。ちょっと取ってみるか。カチカチ。こんな硬かったっけ？カチカチですね。対してこの緑のは、まあこんなもんか。ちょっと待って、ここにこの間ばらしたやつから、あ、どっちも硬いもんなんだな。あとこっちだ。早速これが出動。これでダンパーのシャフト自体を挟むんだ。こっちはどうなってるか。もう一個入ってる。三つで、あ、カラーだ。二つと一つで、こっちはカラーが入って中が二個。あ、ゴミだらけだ。これは取り替えます。 TRF のどっかあったな。はい、こちら、ハイパーダンパー用ハイシール X リング、コード58個、これに入れ替えてみます。ダンパー穴は2個ですね。ダンパーはね、ピストン穴は2個。はい、これ入るんだと思いますがね、入るんでしょうね。もうコードがあるとは知らないで買ってしまいました。組みます。今回足回り駆動系が全部ノーマルなので、足回りギアなんかがなんで、硬いとちょっと大変かなと思って、少し柔らかめ550番で組んでみたいと思います。で、ちょっとここに垂らしてからの、これが、いや後ろだ、ゴム2個。おっ、全然シュルシュル。下にあのいろいろ入ってるんで入れづらい。ダンパースタンドどこ行ったんだ。まあいいや、こうやってあのこまめにエア抜きして組んでいきます。これを
普通はティッシュとかでくるんでやるんですけども、今日は次々やるんで、このまんま後で洗います。この時にエアの音がしたらダメ。かなり硬めですね。まあ、この間まで200番なんつんで組んで出す。この時に一つ注意事項で、このエア抜きのピストンの上下は、ゆっくりやると大きい泡でボンボン上がってくるんで楽です。早くやっちゃうと細かい泡がプツ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 って上がってきてしまって、それがシリコン液の中に残るので、エア抜きが時間がかかるんです。あと、こうやってシリンダーを回しながら、いろんなところに残ってるエアを、まんべんなく出してやる。やっぱし上のあれが、膨らみきらないから、左右が違うな、これ。本当はこれが揃わないといけないんだけど、まあいいや。いいダンパースタンドができました。 はい、ダンパーできました。戻ってこない。まあいいんか、揃ってりゃいいってことにしましょうか。にょろんにょろん、遅い。 ダメだな。まあいいか。それでは組み付けていきます。これはダンパー位置は上で中、よし、ゴープロビデオストップ。はい、つきました。結構固めですね。GoPro ビデオストップ。